日がすごいね、壮大。レポートちょっとなくなってました場所が。今日は何の話って感じだ。今から今から今日は慰霊の日ということで、ちょっとうとうとする場所を探してるけど、恨みの場所、はい、Google で検索したところがもう何もなかったね、なかったから海に行こうか、うん、はい、着きました。すごい斜面、あーすごい、ドン引き干潟って感じ。あっちめっちゃ綺麗じゃん、結構広いね。あっちこう歩いていこうか、ここ、ほら、こんななる。沖縄で傘はもう意味ないかね。ちょっとそっから、はい。無駄にかっこいい。こういうの無駄って言うんだよ。あの人めっちゃ干潟ってるじゃん。うん、何が取れるんだよ。もうこっち潮干狩りしたら楽しそう。うん、潮干狩りしたら楽しそう。ねえ、潮干狩り行こう。行こう。行ったことないわけ。めっちゃ楽しいよ。行きたい行きたい。でも200倍行ったらさ、安定させないといけないからさ。そうだよね。ちょっとのズレもね。さ、ズレか。ちょっと笑わせないで。怖いね。海にこんなキャラクターいなかった？なんかいたよね。何これ、何の骨、何これ誰だったの。木、違う、木じゃないよ、ヒレみたいな。これもだ、見て、ほら骨大きい、マンボウみたいな。誰だろう、肩甲骨みたいじゃない。それこそ本当誰じゃない。怖いけど、うん、そう、ちょっと怖いね。いやこれ形面白いね。面白いね、うん、誰だろう。もう一個発見、これも絶対あいつの仲間だと勝手に思ってる。ちょっと後ろ見して、後ろがさ、骨がさこう繋がってこうなってるのが面白いね。うん、作られたものでもないしね。なんだろう、これ大きい動物だよね。そらそう、あ、うちゃん見て、ここにもいる。これは絶対そいつ、山田うっちゃん。なんだよこれ、2個ある、めっちゃでかいのある。 あるカメ、カメかも。カメかな。カメだ。なんかこう、うっちゃんこれカメだ。甲羅。カメってこんなやつ骨が。絶対そう。なんかこういう骨がきっとあると思う。カメのさ、うんうんうん、ね、検索したらこれはカメだね。うっちゃんカニだ。カニ、カニもいた。これこれここ。ちょっとやめちゃうか。なんかちょっとやめてあげて。めちゃくちゃあるやん。ここにもある。すっごい。すごい綺麗、この貝殻キラキラしてる。なんか結晶だな、塩かな。マヤがなんかまた見つけたらしい。どういう、あ、ほんとだ、うわ、2個も。そう、あ、それそうじゃん、ほら、あ、ほんとだね、すごくんだ。でもこれほら、これ絶対カメだわ。カメだね、うん、あのギザギザした星みたいなやつはどこなんだろう。あ、ほら、ある、やっぱりほらこれだ。ってことは 1,2,3,4 箇所だよね、うん、我々4つぐらい見つけてない、うん、3つか、うん、こっちにもあった、ここにも、あ、ここめっちゃあるよ。噛んでる噛んでるっていう言い方、噛んでる、本当だ。こっちにもめっちゃあるよ骨。この辺すごいや、この辺にすごいたどり着いてる。それもだ。なんかこの遺留、お骨の集めるやつ、ね、お骨ね、集めるボランティアやったことあるよ。あの戦争の亡くなった人の結構出てくる。それをやってる人がもともといて、その人のお手伝いなんだけど、普通になんか顎とか歯とか結構出てきたな。
なんか手榴弾も出てきたね、自分掘ってる時いろいろ見つけて、骨セクション、これ絶対顎だよね、うん、お顔ちゃんと骨なんだよ。これとこれちょっとくっつけてみよう、4つあるじゃん、うん、うわーすごい、絶対これ、海に来てどれくらい経ったかわからないんですけど、だいぶ亀の骨集めにちょっと時間をとって、しかもその後に骨をここでくっつける作業をしてて、くっついたやつらはこんな感じ、これがなんかお腹のところらしい、これが背中の甲羅、まとめておいていきます。そうだね、慰霊の日の命の勉強、ちゃんとね目的のお祈りはしたからね、した後になんか亀さんとの巡り合いがあって、完璧に探すか、そうだね、まだ亀の話してるたち今ね違う、全然違うところに来てるんですよ久米さんがね主催してるイベントに今遊びに来たんですけど、帰りにまだ亀の話してる、車の中で、いやあの骨はここで、ねこの骨ここってよってエンジン切った後もずっと話してた、もうそろそろ行こうかって言ってやってきたね、イベント祈りプレイヤーズ、プレイヤーズ、こんにちは、久米さんいますね、ここに目の前にいるやん、ちょっとアートがちょっとシュールな感じになってる、本当だ、何する、今日は慰霊の日ということで、うん、平和の、うん、水色、じゃあ水色ね、このアートをみんなで作ろうみたいなやつらしいよ、行かせていただこう、これ今日の一番の思い出、亀の骨です、カニかなと思ったバスクチーズケーキ一つください、すいません、いただいた、キッフェル卵、小麦粉使用してません、あ、使用してません、うんうん、これみちゃんこれ何だったっけ、甘酒のティラミス、うん、甘酒感全然なくない、軽い、もうスプーンの先っぽもない私は甘酒なのかな、これ甘酒のバスクチーズケーキ、ということで今ねまやちゃん送ってね、帰ってきました、今日はね梅雨明けてから、まあ、初めてなんか夏をすごい味わったっていうか、死ぬほどね、日差しを浴びてきましたもうねむちゃむちゃする、むちゃむちゃで、そうか本土の人が分からないらしいんだけど、あのなんていうのかな、こう触ってベタベタするか、ベタベタするぐらい汗もね、かいたので、今夜は水風呂ということで、お風呂入ってですね、パク中でございます、今ね11時5分、久米さんはきっとね、あの今日イベントがあったので、そのね主催を一緒にしたこと一緒に、食事をねしてプチ打ち上げみたいな感じで、帰ってきてると思うんですけど、結構ねあの賑わってたのでよかったなと、うん、なんか祈りっていうテーマでねイベントやってたんですよね、あの今日慰霊の日なんでね、で今日はこれからもう11時過ぎてるんで、まあ、化粧水とか肌のお手入れをしてゆっくりするって感じですかね、ということで、まあ、今日もね RX100M7 シリーズですが、ずっと持ち出してるのも今撮ってるのも RX100M7、 なんかねこれになれるとね、最近フルサイズのカメラにね手が伸びなくなりましたね、まあ、一番の理由はどこにでもこれ持っていけるっていうところですよね、まあ、他のだとちょっと持っていけないところもある、大きすぎて威圧感がすごすぎて、まあ、今シャッタースピードが40分の1だったら大丈夫かな、まあ、これも実験そろそろフルサイズにちょっとあえて切り替えてみようかな、今日も緩い Vlog になってると思いますけど、まあ慰霊の日ということで平和をね願いながら平和の夢が見れるといいなと思っております、ちょこちょこまた Vlog 上げていくので、動画良かったらぜひいいね評価と、チャンネル登録よろしくお願いします、で皆さんまた次の動画でお会いしましょう。